はい、じゃあ編集に入っていきましょう。こうやってシンクルームでレコーディングをしましたら、まあ、まだ慣れていないミュージシャンの人、そういう人はですね、若干のこの遅れに対して少しヘッドホンからの違和感を感じて、普段は上手な方であってもですね、できないということもあるので、やはり編集と修正というのが大事になっていきます。まず一つ目のですね、リズムギターを入れたそのパートからですね、ちょっと編集していきます。まあ、今回使っている DAW はスタジオ1というソフトを使ってやっています。まあ、これにですね、こうやってスライスをかけていきます。そしてですね、一つ一つ本当にリズムよくいけてるかというのをこう直していったりします。案外緻密な作業です。まあ、グルーブなんかもあるので、そんなにですね、細かく細かくやっていくというのではなくって、BPM73 でやってますので、まあ、それに、一応ちゃんと合わせるとですね、まあいいことっていうのは、次にドラムを入れたいとか、そういうミリでの作業を考えたときに便利かなって。っていうのはありますよね。まあ、直しすぎない程度に編集をこうやって加えていきます。普通はですね、まあ、遅れ気味というのが普通なんでしょうけれども、焦って弾くとちょっとリズムが走ったりですね、そういうこともやっぱりあるかもわかりませんね。まあ直してるもののですね、今回メジャーさんはテンポよくですね、やってもらったと思いますね。はい、リズムトラックの修正が終わりました。少し時間がかかりましたけれども、ちょっと聞いてみてください。わかりますかね。まあ、なかなか慣れてないと聞き、ね、これもうここがおかしいと思ったら、ほら見てください、ここね、200目がねちょっとずれてるんですよね。慣れてくるとね、こういうのもきっちり聞こえるようになるんですよ。これは自然に任した方が、遅い。
自然に任せた。っていう風に修正していくわけですよね。ギター2本のですね、直しが終了しましたので、ちょっとイントロの部分だけでも聞いていただきましょう。大体ですね、こんな感じに、仕上がりました。次にボーカルの方を直していきたいと思います。はい。ボーカルのタイミングは合わしましたので、今度はですね、ピッチを編集していきます。これは最近バージョンアップされたメロダイン5というので編集をしているところです。寂しい時はいつでも電話をかけ、ちょっと上がりきってないで、いつでも電話をかけて、たわいない話でも好きでも、話でもすればすれば、話でもすればいいのに、おしゃくりね、いいのに、のに、きれいなビブラートですね。いいのに、泣いてごらん、溢れる涙が。さっきのところ、きれいに今度は当たってますね。溢れる涙。涙が溢れる涙が、泣きたいと、今度はしっかり下がってますね。き泣きたいとき、と、泣きたいとき、泣いてご、な、泣いてごらん、このシューって言ったのは息継ぎです。
意地など張らずに。まあ実際仕事でするときはもっとですね、こう細かいことをやるときがまああるんですけれども、このぐらい、ちょっとこれもビブラートが大きいですのでちょっと抑えます。くそんなに強くはないさ。ということで、これが音程編集ですけれども、まあ、これで、ちょっと歌入りのところから聞いていただきましょう。寂しい時はいつでも電話をかけて、たわいない話でもすればいいのに。こんな感じでいけますでしょうかね。じゃあ、まあ、最初から聞くんですけど、まあ、今はですね、簡単にだけですけど、マスタリングをかけてみましょう。オゾンはですね、この3年ぐらいでものすごく急成長したソフトウェアです。人工知能がこんな感じでですね、もうナビゲーションで動いてくれてですね、もうあとはお任せみたいな感じで、まずまずのラインが仕上がってきます。はい、これ待機状態になったら、再生をします。流す泣きたい時泣いてごらん、意地など張らずに、誰もそんなに強くはないさ。はい、今かなり多分皆さんのところにも音圧が上がって聞こえたと思うんですけれども、まあこういうふうに自動で作ってくれますので、あとはちょっと広がりをつけて、イコライダーはまあこんな感じで、もうちょっと高音を上げなさいよみたいにこうしてくれたわけですね。まあこれは好みもありますので一概にいいかどうかは言えないんですけれども、はい、こんな感じで、やりました。ちょっとね、編集時間はかかりますけれども、こう行き来しなくてもいいし、そしてレコーディングはもう1時間もあればですね、まあ撮ってしまえるし、九州と奈良でもですね、レコーディングができるということで、皆さんに今日はそんなところをお見せしました。寂しい時はいつでも電話をかけて、たわいない話でもすればいいのに、泣きたい時泣いてごらん、溢れる涙が君の心を洗い流す。
たい時泣いてごらん。意地など張らずに、誰もそんなに強くまた皆さん一緒にね、いろいろ研究していきましょう。メジャーさんと村長でした。